どうも、大悟です。というわけでですね、今日もやっていきたいと思うんですが、本日のテーマはですね、人間関係が悪いと起きるやばい症状トップ5ということでやっていきたいと思います。まあ、いい人間関係って何ぞやってところは結構難しいところなんですが、一応今日のテーマはですね、自分のキャラクターを偽らなくてもいい。要するに素の自分をなるべく出せるような、素の自分、皆さんのありのままの自分を認めてくれる人間関係っていうのがいい人間関係だよと。逆にそういう人間関係がない、素の自分を認めてくれないとか、自分を偽り続けなければ友達でいてくれない、付き合いが成り立たない、まあ、仕事上の関係とかそうですけど、そういった人間関係が悪い状態っていうのが続くと、どういうふうな、異常が、特に体への異常が起きてくるのかということを今日はですね、トップ5ということでご紹介します。でですね、今回の研究なんですが、ちょっと古い、1983年の論文とか、古い論文から新しい論文までですね、いろいろ扱ってやっていきたいと思いますが、実はですね、もともと私生活とか、まあ、仕事でだったら目的があるんだべっていいんですけど、他人に好かれようとしてプライベートでも自分をねのキャラを使い分ける人っているわけなんですよ。で、人間のキャラクターって大体分けて3つぐらいあるんですけれども、もともと僕らが持ってる遺伝子が決めている素のキャラクターで、あとは環境によってその場とかいる相手に合わせて自分を変えるっていうソーシャルなキャラクターで、最後がゴールフォーカスのキャラクターです。いわゆるこう目的を達成するために自分をのキャラを偽るみたいな、でそういう、こう3つのキャラクターがあるんですが、特にこのソーシャルなキャラクター、例えば相手に合わせるとか TPO に合わせて自分のキャラを作るってことを皆さんすると思うんですが、このですねキャラを作るというのは結構やばくて、まあ、自分の素の自分じゃない自分を演じる、あるいは素の自分が何なのかわからないって状態で周りに合わせて流されると、実はこれ流されるだけではなくてキャラ疲れっていうんですが、自律神経がぶっ壊れちゃうんですよ。はい、というわけで人間関係のストレスが原因で自律神経をぶっ壊したときにどういう症状が起きるのかということをですね、今日は皆さんに解説していきたいと思います。それでは第5位、落ち込みやすくなるというものですね。はい、まあ、特にですね、楽しくない時に楽しそうにしたりとかするというのが結構やばかったりとか、あとは自分がすごい辛くてネガティブな気持ちを感じているにもかかわらず、それを表に出せないみたいなこと、皆さんね経験あると思うんですが、これ結構ですね、頻繁にやっちゃうとやばいことになったりとかするんですね。はい、例えばですけども、さっき言った1983年の古い論文でも、これ実はキャビンアテンダント CA さんですね、の健康状態を調べるという研究をしたんですが、 CA さんって、まあ、接客業だし、常にニコニコしなくちゃいけないと。まあ、今はそうでもないけど、昔はやっぱり CA さんってのはもう作ったみたいな感じの笑顔とかのイメージがすごいある人いると思うんですけど、要するにこう自分はそんなにニコニコするタイプじゃないし、自分のキャラじゃないのにキャラを偽って愛想よくしなくちゃいけないみたいなのが、まあ今でもそうだと思うんですけど、あるわけなんですよ。で、こうやってそもそも自分は明るくないのに明るいキャラを演じたりとか、そういうことをして無理をしていた人ほどですね、実は体を壊しがちだったってデータとかも出てるんですよ。だから芸能人の人とかが急に鬱になっちゃったりだとか、まあ、最近は上島竜兵さんとかね、悲しいニュースがありましたけれども、あれも要するにその本当は自分そんなに明るくないのに、周りから求められた明るいキャラをやったりとか、ひょうきんなキャラをやったりとか、あんまり本当はいじられるの好きじゃないのにいじられるキャラをやるとか、そういうことをやってしまうとどうなるかっていうと、だん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 ですね、自律神経がやられていくわけなんですよね。はい、でその一番最初の症状としてよく起きるのは落ち込みやすくなる。昔よりも急にスイッチが切れたみたいにみたいになったりとかするっていうのが起き始めたら、ちょっと自律神経がやられてる可能性があるので気をつけてくださいねというのが第5位、落ち込みやすくなるでした。続いて第4位、風邪にかかりやすくなるということが分かってるんですね。自律神経が乱れてくるとどうなるかっていうと、変なタイミングで体調を崩すんですよ。で、風邪のウイルスってもともと僕らの体にひっついてるんですけど、僕らの体の免疫とかがちゃんと守ってくれてるんで、常在菌ですよね。要するに普通だったら僕らの体に悪さをしない菌とかが、まあ、僕らの体の前には必ずいるんですけれども、僕らの体調が悪くなると、つまり防御能力がなくなったりとかすると、そのなんてことはない菌のせいで感染が起きたりとかするわけなんですね。だから例えば若い人ってそんなにたくさんね肺炎になったりとかしないですけど、お年寄りって免疫力が下がってくるから、すぐ肺炎になって亡くなったりとかするじゃないですか。で、こういうのと同じ状況が実はこの自律神経の失調とか人間関係の悪さ、キャラ疲れから来る自律神経の失調症っていうのが起きるわけなんですね。で、実際にですね、これテキサス大学で行われた実験とかを見てみると、自分の素のキャラクターをひたすら隠して、暮らすということをやっていた大学生ほどですね、病気にかかりやすかったみたいな、風邪とかにかかりやすかったって研究が出てるので、やっぱちょっと最近なんか体調を崩しやすくなったなとか、風邪っぽいなってのが続いたりとか、あと夏なんか夏風邪ってそんな簡単に引かないと思うんですけど、引くなという方はですね、ちょっとその自分の人間関係とかから来るストレス、自分の人間関係をですね見直してみるというふうなのをした方がいいかもしれないですね。というわけで第4位が風邪にかかりやすくなるでした。はい、続いて第3位、頭痛と肩こり
です。はい。これはですね、いわゆる自律神経が、乱れてきたことによって、疲れてるから、それが起きるっていう考え方もあるんですが、実はね、この頭痛とか肩こりって、特に肩こりとか腰痛とかそうですね、メンタルがほとんどの原因だっていうふうに言われてるんですよ。8割、9割ぐらいが、いろんな調査があるんですけど、大体どんな調査を見ても、8割以上の肩こりとか、腰痛とか頭痛とかっていうのは、今まで原因不明って言われてたんですけど、最近の研究だと、ストレスじゃねとか、心理性のもんじゃねっていうふうに言われてるわけなんですよ。だから実際に会社でずっとねデスクワークしてるからなんか肩こりがとか腰痛がとか思ってる人いますけど、実はそれ会社のこのデスクワークだけが原因じゃなくて人間関係が原因かもしれないですよということなんですね。まあ当然その人間関係のストレスから運動量が低下して人間って運動しなくなると肩こりとか腰痛とか起きやすくなるんですよ。なんでかっていうと、もちろんヘルニアとかね物理的な問題があるんだったら別ですけど、そうじゃない場合ってずっとデスクワークで同じ動きをするじゃないですか。で肩とかこの背中とか腰とか動かないですよね。でずっと特定の筋肉が動かないと脳が勘違いするんですよ。体が動かなくなってる、やばい、きっと何か問題が起きてるんだ、お知らせしてあげなくちゃって言って痛みを脳内で作り出すんですよ、痛くないのに。そうだから結構運動療法とか、ね、運動とかは逆にですね運動量を増やしたりとかすると肩こりとかいや腰痛とかがなくなったよみたいな研究とかもあるわけなんですよ。でもちろんお医者さんに相談してくださいね。ヘルニアとかがあるのに変に運動とかするとかえって良くなることあるので、そういう場合を除いてはですね運動することによってやっぱり改善とかはできます。あとはやっぱり今言った通り人間関係のストレスですね、これがなくなった瞬間に頭痛とか肩こりがなくなったって例は結構あります。転職したらさ急にさ肩こりとかさ頭痛とか腰痛がなくなったって人いるじゃないですか。あれはね実はねそういう理由だったりとかするんですね。というわけで第3位が頭痛と肩こりでした。はい。第3位ぐらいまでは結構心当たりあるかなって方いると思うんですけど、もうこういった症状に合わせてこの辺が起きてくるとやばいです。第2位はこちら、不眠症ですね。はい。これなんでかっていうと、実はね、自分のと違うキャラクターを演じる時間が長くなればなるほど、僕らの自律神経系って常に興奮状態になるんですよ。つまり、バレてないか、俺のキャラバレてるんじゃないかって心配しながら相手の顔色とか伺ったりとかしながらずっと脳がですね動いてるんですよ。でこれやっちゃうとどうなるかっていうと常に自律神経系が興奮状態になっちゃうので、自律神経のバランスが崩れちゃうわけなんですね。オフになる時間がなくなっちゃうわけなんですよね。でこれでですね実は不眠症とかになってきたりとかします。ワークバライフバランスって昔流行りましたけど、いつ仕事をしていていつ休んでるのかがわからない、プライベートと仕事の境目が全然ないみたいな風になってしまう人って結構ですね不眠症になりがちなんですよ。もう全然寝れないから逆にずっと家でも仕事としてはみたいな人いますけど、あれ自律神経の興奮が原因じゃないのっていう風に言われたりとかするんですね。実際寝なくてもやっていけるっていうよりかはこの自律神経が興奮状態になっちゃうと寝たくても寝れないんですよ。で寝たくても寝れない人って不眠症になるとね自分がその不眠症でどれぐらい効率が下がってるのか生産性が下がってるのか疲れてるのかが分からなくなるんですよ。自分がどれぐらいやばいか分からなくなるっていうのが実はこの不眠症の最初の症状なんで、ぜひですね心当たりがある人はちょっと人間関係からのストレスとかキャラ疲れを疑ってみてもいいかもしれないですね。はい、というわけで第2位が不眠症でした。はい、そして第1位、はい、これはね放っておくとバンバン老化します。だからほら結構ね同じ年でも僕もそうですけど、やっぱ同い年の友達とかだってもすごい老けてる人がいるわけですよ、昔の同級生とか。これなんでかっていうとこの人間関係で自分を偽ることが多い人ほど実はねこの状態が続いて老化しちゃうんですね。これ何かというとこちら、ただ慢性疲労ですね。はい、慢性疲労って何かっていうと、いる万病の元になります。体内の体の中にの炎症がバンバン進んじゃうんで体内が炎症しちゃって老化が進んでいくわけなんですね。この慢性疲労ってのは何かっていうと寝ても寝ても休んでも休んでも疲れが取れない、疲れてるのに寝れないってのとさっき言ったね不眠症と近いですけど、こういう状態になります。体の中の炎症が進んでしまって常に疲労感があると、でいつになっても体が回復しないって状態になっちゃうんですね。はい、これもさっき言った通り自律神経系が常に興奮状態になります。人間関係でそのキャラをね隠して自分を演じ続けると、で結果どうなるかっていうと休めるための体のスイッチが入んないんですよ。で結果的に慢性疲労になっちゃったりとかするんですね。はい、怖いですよね。というのがですね結構この今日のですね人間関係が悪いと起きるやばい症状トップ5ということでご紹介しましたが、いかがだったでしょう